キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、草コインギャンブルのスケベ心に二番底というようなところでお話の方させていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の草コインギャンブルのスケベ心に二番底というようなところでのお話なんですが、本日はですね、ちょうど先日少しちょっと触れさせていただいたテラのね、ステーブルコイン USD についての話の、続きにもなるんですけど、これについてですね、ちょっとだけお話しさせてくださいというかですね、私ですね、テラのね、1ドルを約束されたステーブルコインなんですけど、あれが大暴落して今大変なことになってるんですけど、そろそろあれ底値なんじゃないかなというような感じで、ちょっと触ってしまったところあるんですよね。はい、そうなんです。で、それがですね、まだまだそこが底値じゃなく、まだこうガクンと落ちて今ちょっと大変なことになっているようなところがありまして、もちろんね、私手出した額についてはですね、もともとね、もうギャンブルっていう割り切ってやって、もう捨て金でやってるので、別にゼロになってもね、なんか生活にこう支障をきたすような、そんなようなことはないわけなんですが、ただね、その捨て金とはいえ、お金はお金なんでね、やっぱ気になるんですよね。そうなんですよね。それで、それに関する情報とかいろいろ調べたりしてるようなところがあって、今回ちょっとその話の続きをさせていただきたいというようなところがあるんですけど、とにかくあれね、すごいですよね。今ね、現在2番底かなというようなところで、一回ね、価格がこう倍ぐらいまでこう跳ね上がって、ちょっと心が踊ったっていうようなところもあったんですけど、それでね、ちょうど今から、1週間前ぐらいに配信させていただいたとこもありましたけど、あれがですね、1時間ぐらいの、夢で終わったみたいな、そんな感じで、またズドーンって落ちましてね。で、こういうのは絶対レバレッジ効かせてやってはいけないかなというようなところですかね。一瞬投資額の3倍ぐらいまで跳ね上がったと思ったらですね、今はね、投資額の3分の1ぐらいまでこう値が落ちてしまって、レバレッジとかね、最低倍率の3倍ぐらいでやってもですね、結構な大変なことになって、すぐ証拠金とか求められて強制決済とかね、なっちゃう人とかも結構出てきたりするらしいのでね、この辺はやっぱの現物でやるしかないかなというようなところではあるんですが、ただね、なんでこうそもそも私がこういうのにこう触ってしまったかというようなところは、前回お話ししたところの通りなんですが、少しだけまたこちらでもちょっとお話しさせていただくとですね、私の当初の読みとしてはですね、数ヶ月ぐらいかけたらステーブルコイン、腐ってもステーブルコインなんで、いずれかは1ドルに戻るだろうというふうな、そういうような読みでね、ちょっと触ってみたというようなところあるんですけど、すいません、ちょっと咳が出ちゃいましたね。というのもですね、このプログラミングはですね、作動さえし続けてくれたら、一定のアルゴリズムによって自然にこう1ドルに戻そうというような、そういうような作用が働くので、なのでその USD ね、いずれかは1ドルに戻んじゃないかなというようなところでこう見ていたわけなんですね。ところがどっこい、これちょっと長期戦になるかなというような、そんなような兆しが今現在こう出ております。そうですね、そのアルゴリズムがですね、まだちょっとうまく働かないかなというような感じのコメントがですね、今公式ツイッターの方からこう出ているところがあり、それについてちょっとお話のさせていただきたいと思います。で、これはですね、過去にね、同じようにこう暴落した、大暴落した、仮想通貨史上最大の暴落とも言われた、アイロンファイナンスの草コインの、で起きた事象にちょっと似ていたところもあったんでね。それも結局は1ドルに戻ったんで、そのノリで多分ね、USD も1ドルに戻るんじゃないかなというような、そういうような読みではあったんですが、公式ツイッターの方を読んでみるとですね、今現在ですね、プロポーサルの1188とい
というようなものがこう出ているらしく、まあそちらに関するコメントを少しだけちょっと引用させていただきますと、これはあのテラの公式ツイッターから英文で出てるメッセージなんで、まあ、この辺後でちょっと見ていただいたら、まあよく詳しくこう分かるかと思うんで、もし気になったらちょっと見ていただければと思うんですけど、そのプロポーサルのタイトルがこんなような感じで書かれてるんですね。 Burn the remaining USD in Community Pool Plus Close Chain Liquidity Incentive USD って書いてあるんですけど、このプロポーサルがパスしたというようなところまで書いてあったんですね。やっぱのバーンしに来たかな、残ってるよね USD をこう焼きに来て、それでまたテラの USD の希少性をこう高めてるっていうような作業にはこう取り掛かってるっていうか、その提案書が通ったんで、まあそれこれからまあそのね、アルゴリズムがこう大いに働いてくるんじゃないかなっていうような感じの流れにはなってる。これは事実みたいなんですね。ただですね、その次にこのようなコメントが書いてあったんですね。 But did not successfully execute due to the technical issue と。でまあこれ結論、その試みはですね技術的に難しいみたいな、そんなようなコメントもこう追記されているようなところがありまして、でその次の理由になる箇所がですね、これちょっと解釈が少し難しいかなというようなところで、まあこのような英文ではこのように書かれてるんですね。 It attempted to ban more USD from the pool than existed って書いてあるんですけど、これ要するにですね、市場に今ばらまかれている USD の通貨の数より多くの数をバーンする必要が今現在あるというような、そういうようなコメントが書かれてるんですね。でここの理解がですね、多分テラの USD をギャンブルする方にとっては一番こう気になるポイントになるんじゃないかなというようなところがありまして、でこれはですね、要するにですね、訳すと今市場にあるすべての USD をバーンしたとしても1ドルに戻すことができないっていうような、そういうような解釈ができるコメントなんですね。でこれがまあどういうようなことを言ってるかというようなところなんですけど、まあ、ここが一つミソになるかなって、これは私の解釈の部分も含まれるんですが、このね、もしかしたらというか、まあおそらくなんですけど、今USD をですね大量の含み損を抱えていてガチ保して何もしていないユーザーがものすごいいるというようなところですね。今市場にあるUSD の数を全てバーンしても1ドルに戻らないっていうことは、まあ、その要するにそうですね、含み損を抱えてもうガチ保し続けるという、そういうようなユーザーがいるということになりますよね。はい、まあ、まあ、というのもやっぱね、ステーブルコイン1ドルがね今6セントぐらいの価値になってるんで、まあ、いわゆる暴落率でいうと 94% の下落ですからね、まあさすがにここまで下がってしまったらもうなんつうかな、損切りする気力すらなくなっちゃうかなっていうようなところもあるので、まあだからこそまあこういうような状態になってるのかなっていうようなところなんですよね。だから1ドルに戻るためにはですね、とにかく今大量の含み損を抱えている人が損切りして市場に USD をこう投げてくれないとやっぱちょっと難しいんですよね。はい、まあここがですねやっぱちょっとまあアイロンファイナンスとちょっと違うかなっていうようなところですね。歴史的な大暴落を遂げたこのアイロンファイナンスなんですけど、草コインのステーブルコインはですね 30% ぐらいの下落で止まってくれたんですね。だからある程度損切りする人がいっぱいこう出てきたというようなところがあるんです。まあちなみにですね、私もですね 0.7 ドルの段階で損切りした口だったんでね。はい、でまあそういった損切りした人がいっぱい出てくると市場にね、この草コインのステーブルコインがこういっぱいばらまかれるような状態になるんで、そうなってくると、まあ、バーンができるっていうようなところで希少価値を高めることができるんですよね。でその作業がですねガチ保されてしまうとできないっていうような、そんなような状態になっているというようなところなので、まあ、だからですねこれはやっぱちょっと長期戦になるかなっていうようなところで、アイロンファイナンスのねステーブルコイン、草コインのアイロンはですね数ヶ月、確か私の記憶では 2,3 ヶ月ぐらいで1ドルに戻ったんですけど、まあこれ数ヶ月ではなく数年単位ぐらいちょっと長期戦になってしまうかなというようなところですかね。まあとにかくね持ち続けたらね、まあ4、5年もすれば1ドルに戻ってくるんじゃないかなと思うんですけど、そのアルゴリズムをずっと回し続けてくれたらの話なんですけどね。はい、まあただそれにしてもですね、
この、まあ一つ、もう一つ気になったところとしては、コインデスクの記事によるものなんですけど、テラの裏付け資産となっていた35億ドルのビットコインが今急に消えたみたいな、そんなような記事が出てましてですね、そうなんですよ。テラはですね、勉強すればするほどいろいろな疑惑がこう出てきて、だからこそ、いろいろね、勉強の教材としてもいいんじゃないかなっていう感じで、ちょっと私今見てるようなところありますが、まあ、この行方とかね、ハッキングされたのかな、どうかちょっとわかんないですけど、とにかくね、どっかの大富豪が、何かいろいろやってるような、そんなような感じでもありますかね。テラを勉強するとですね、ステーブルコインのリスクについてもいろいろ勉強することができるんで、仮想通貨ね、投資とかそういうのを考えてる方はですね、このまずテラのね、この動きとかそういったものをよく勉強しておいた方がいいかもしれないですかね。あくまでも参考までによろしくお願いいたします。では本日は、以上となりますので、最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。